皆さん、こんにちは。今回はバレーボール日本代表選手として活躍し、注目されるエバデダン・ラリー選手について、経歴やその活躍を詳しくお伝えしていきます。ぜひ最後までご視聴ください。まずエバデダン・ラリー選手のプロフィールをご紹介します。名前、エバデダン・ラリー・アイケー。出身地、岐阜県海津市。身長、195cm。体重、86kg。足のサイズ、31cm。血液型、B 型。ポジション、ミドルブロッカー。最高到達点、350cm。所属、パナソニック・パンサーズ。エバデダン・ラリー選手は、ナイジェリア人のお父様と、日本人のお母様をご両親に持つハーフです。国籍は日本で、幼少期の頃は、とてもやんちゃな子供だったそうです。小学4年生の時、3歳上の兄の影響でバレーを始めます。今をジュニアバレースポーツ少年団に所属していたようですが、実際にバレーを好きになれたのは小学5年生の時で、仲の良い友達と一緒だったからだそうです。中学校は海津市立平田中学校に進学しました。この頃はバレーで特に目立った成績はなかったようです。エバデダン選手は当時の心境について、本当はバレーは中学まででいいかなって思っていた、と明かしています。高校は松本国際高等学校です。そこでエバデダン選手は本格的にバレーにのめり込むことになります。高校に入学したエバデダン選手は、バレー部、三部監督からその身体能力の高さを見込まれ、当時技術的には未熟でしたが、入学してすぐの1年生の時から上級生と一緒に練習をさせられていました。当時について三部監督は、しなやかな体つきに天井の高さを感じたと振り返っています。全国高校総体では準決勝の2回戦で優勝候補の洛南を追い詰めましたが、自身が後期で決めきれず逆転負け。エバデダン選手は自身の技術の未熟さに気づき、その後は練習で自分を追い込み、意識改革を重ねていったそうです。さらにテレビやインターネットで代表戦や V リーグの試合を見て自己練磨に励みました。エバデダン選手は当時について、それまでバレーの面白さに気づいていなかった、新しいことを吸収しどんどんのめり込んだと語っています。高校3年生になると大黒柱に成長しました。怪我の主将に代わり、ゲームキャプテンも務められました。三部監督もその時について、言われたことしかやらなかったラリーがチームや自分に必要なものを感じ取って行動するようになったと変化を認めています。エバデダン選手は、とてつもなく厳しい環境を耐え抜けたのは高校で人間的に成長したからとコメント。バレーへの愛情を膨らませた母校に、高校3年間だけだったけれど自分にとって第二の故郷と愛着を持たれています。大学は筑波大学に進学。ここでエバデダン選手はさらに飛躍をすることになります。大学1年生の4月から試合に出場していたエバデダン・ラリー選手ですが、6月に疲労骨折をしてしまい、3ヶ月間試合に出れませんでした。その間チームが東日本インカレに出場して優勝。嬉しい気持ちより自分がいなくてもチームが勝てることに焦りを感じ、モチベーションを保つのも難しい状態になってしまったそうです。しかし怪我で試合に出たくても出れない時に、周りからサボっていると思われたことが悔しくて、それが復帰の原動力になったようです。復帰した3ヶ月後には全日本インカレに出場しています。2021年12月28日にはパナソニックパンサーズへ入団。現役大学生の V リーグ入りは初の試みでしたが、2022年1月16日の試合に途中出場し V リーグデビュー。3月6日にはスタメン出場してチームの勝利に貢献しました。明るい性格と持ち前のキャラクターでチームのムードメーカーとして存在を発揮していましたが、2022年4月にパナソニックを退団し大学の活動に戻りました。国内最高峰の舞台でプレーし、バレーボールに対する世界観が大きく変化した3ヶ月間だったそうです。その後、2022年に日本代表メンバーに登録されます。2023年にはネーションズリーグへの出場も果たしており、今や日本代表の中心選手として大きな期待を寄せられています。そんなエバデダン選手ですが、
ナイジェリア人のお父様と日本人のお母様を持つハーフのため、考え方や食文化もグローバルな傾向があると見られがちです。しかし、エバデダン選手は日本で生まれ育ったため、考え方や食文化は日本人の感覚と同じだそうです。エバデダン選手のご両親は、岐阜県で塾の講師とバーの経営をされており、ナイジェリア人であるお父様はすでに日本に移住されてから30年以上にもなるそうです。ご両親はエバデダン選手をバレーボールに導いてきた立脚者です。学生時代はバレーで忙しくアルバイトができなかったというエバデダン選手ですが、大学卒業後はバレーをやらせてくれた親に、親孝行できるように選手として頑張りたいと語っていました。実際にエバデダン選手は2023年のパリオリンピックの予選で同ポジションの高橋健太郎選手の代わりとして試合に出ることになった時も十分にその存在感を発揮していました。そんなエバデダン選手ですが、実はお兄さんもバレーボール選手だそうです。エバデダン選手のお兄さんはエバデダン・ジェフリー・ウイ選手というそうです。エバデダン・ジェフリー・ウイ選手のプロフィールをご紹介します。生年月日1998年3月7日、血液型 B 型、出身地岐阜県海津市、身長185センチメートル、体重85キログラム、最高到達点343センチメートル、ポジションミドルブロッカー、所属チーム富士通川崎レッドスピリッツ、神奈川県を拠点に活動している富士通川崎レッドスピリッツに所属され活躍されているようですね。エバデダン・ジェフリー・ウイ選手は小学5年生の頃に仲の良かった友達に勧められてバレーを始めたそうです。エバデダン・ラリー選手は兄のエバデダン・ジェフリー選手にそっくりですね。ご兄弟ともにバレー選手として活躍されているのはご両親にとってもさぞ喜ばしいことでしょう。では最後にエバデダン選手の最近の活躍についてお話しします。2023年に開催されたパリオリンピック予選会で故障離脱した主力ミドルブロッカーの代役として途中出場したエバデダン選手、即先発出場となりましたが、ブロックポイントを2点挙げるなど随所で光るプレーを見せ、その存在感を放っていました。最終戦の米国戦では初スタメン出場を果たし、チーム最初の得点をブロックで奪うなど活躍しました。最高の雰囲気の中で世界トップの米国と戦え、忘れられない経験になったと感無量の様子でした。またやっぱり強い、攻撃が速く高さもある、全然追いつけなかったし、レフト側に飛ぶとと今後の課題も挙げられていました。日本代表のフィリップ・ブラン監督からも大きな期待を寄せられており、エバデダン選手自身足跡を残したいと意気込んでいます。長身を生かした高打点のスパイクやブロックを武器とし、20代前半の伸び盛りながら無限の可能性を秘めているエバデダン選手。エバデダン選手は自身の目標として4番手のミドルブロッカーではなく4人のミドルブロッカーの1人を目指すと宣言しています。4番目のミドルじゃなく4人のミドルとして頑張っていかなきゃいけない、4番手じゃなく1番手を目指すけど、新しいタイプの4人目と思ってもらえれば幸いだし、そういうことをスタッフ陣に求められてると思う、期待に沿うプレーができればと話しています。エバデダン選手の今後の活躍に期待したいですね。いかがでしたでしょうか。今回はエバデダン選手の経歴、活躍について詳しくお伝えしました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。